一般財団法人山口県交通安全協会は山口県内の地区交通安全協会を統括する交通安全協会。元山口県知事所管の財団法人。山口県内の地区交通安全協会を統括する交通安全協会で山口県内での季節単位で開催する交通安全運動をはじめ自動車、自動二輪車の運転免許更新の伝達。 更新事務、申請書や収入証紙の委託販売業務、自転車などに貼る反射シールや、車輪のスポークに貼る、反射材などの交通安全グッズの販布、交通安全功労者の表彰及び国や、全国法人への表彰推薦などを事業としている。また、運転技能工場のために、直営の山口県自動車学校、山口県徳山自動車学校、 山口県宇部自動車学校、山口県下関自動車学校を運営している。山口県自動車学校は、山口県山口市にかつてあった自動車教習所で、山口県交通安全協会が運営していた教習所の一つ。2010年7月末をもって閉校した。山口県徳山自動車学校は、かつて山口県周南市にあった。 指定自動車教習所。山口県交通安全協会が運営する教習所の一つであった。緑地公園に東側に隣接する。山口県下関自動車学校は、山口県下関市にある指定自動車教習所。山口県交通安全協会が運営する教習所の一つ。東駅の近くに所在する。山口県自動車学校に関するカテゴリー。 山口県徳山自動車学校に関するカテゴリー。山口県下関自動車学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。